はい、ゲームコレクターの酒缶です。チャンネル登録よろしくお願いします。ゲームコレクター酒缶のファーストテイク、なんか口回ってないけど、ファーストテイクっていうのは、とりあえずね、前プレイしたことあるんだけど、まあ、久しぶりに1回だけゲームオーバーまでプレイしてみようということの1回挑戦のことなので、まあ今もグダグダだけどもこのまま続けます。はい、ということで今回はクリティコム、ザ・クリティカルコンバット、格闘ゲームですね。はい、ということでボタンの確認を押しとかないとな。まあ多分ガチャプレイだけど、はい、ガチャプレイだけど、A ボタン、ジャブ2攻撃、 B ボタンキック2攻撃、 X ボタンジャブ1攻撃、 Y ボタンキック1攻撃、C と Z がキャラクターが、Z がキャラクターが右へ1回転しながら移動。C ボタンがキャラクターが左へ1回転しながら移動。L と R が特殊技とチェーンコンボ。あと A プラス X、強いジャブ、横殴りパンチ。Y と B、B と Y ね。キック1、キック2、A は強いキック、横殴りパンチ。はあ、A と X がジャブで B と Y がキックだけ覚えてれば大丈夫かな。まあちょっと 2D なの 3D なのっていうと、まあ 3D だよねっていうところですが、いざゲームが対戦の画面的にはどっち側に見えるでしょうか。まあ 3D に見えるとは思うんだけど、鉄拳みたいにね、あの 3D だけどほぼ 2D 格闘的な見せ方もあったしね。まあそこら辺は見てのお楽しみなんだけど、だいぶ世界観が対戦格闘って感じじゃないんだけどね。もう今からなんか 3D シューティングやるような勢いのデモ画面なんですけども、まあ当時の造形だよね、 3D のキャラクターのね、造形も。あ、やっぱ技を見てなかったな、技を。ていうかまだ格闘、誰がメインキャラなんだこれ。一応パッケージの一番目立つとこにいるのは、なんか眼帯している固めのこう、なんか海賊的な女戦士的なやつで、デララゼライ、わかんないな、カタカナ読みだとわかんないなこれ。でも一番最初にあるのがデイトン・トレント。おお、こんな感じ。なんか左のお姉さんがトゥームレイダーのララクロフトっぽく見えるのは気のせいでしょうか。気のせいです。え、これわかんねえな。トーナメント
せ、これが初期キャラなのかな。だいぶ取説の順番とは違うんだ、表示順が。でもなんとなくこれでいこう。これはい、これでいきます。何どういうこと。あ、こういうことか。ボタンを間違えたのか。あ、ロード中ね。やべえ。そんな置き方すんのかよ。やべやべ、落ちる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 。ただ剣さばいてるだけか。やばいやばい、これ向こう行った方がいい。落ちる落とされる落とされる。あれ落ちない落ちない。いや、やばい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 、死ぬ死ぬ死ぬ。あ、全然ダメージ与えてない。あれなんかすげえ、あそっか、2個分なのか体力。そう、あいつこいつわかんねえな動きが。よし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 、どっちどっち向いてるどっち向いてる。あ、そうか、こういうことか。あ、やべやべやべ、飛ぶな飛ぶな。いや、なんかすげえやられてる。なんか超能力っぽいのでやられてる。あ、死んだ、負けた。よくわかんねえな。こいつのなんか起き上がり方も含めてよくわかんねえな、この。よし。あれどうなってんの今。今勝敗がよくわかんねえ。落ちろ落ちろ落ちろ。落ちないのかなこれ。いや、なんか超能力っぽいやつ。やべえ、踏まれる踏まれる。あれもしかして今コンティニューしてる、もしかして。あれよく分かってないんだけど。あれでもさっき負けたよな、明らかに。もしかしてコンティニューしてんのかもしれないこれ。あれなんか普通に連続してプレイしてるだけで実はコンティニューしてるっぽい。まあいいや。分かんないからいいや。これ負けた時にはちょっともう少し冷静に。いや、これダメージ与えてちょっと体力を削りたい。あ、そうか、これで負けた。そうか、さっきもこれ出たわ。でコンティニュー、多分スタートボタン押しちゃったんだ。 A ボタンかなんか押しちゃったんだ。はい、ということでファーストテイクじゃないんだけど、まあファーストテイクということにしといてください。はい、いやーちょっと分かんなかったな、技が。
なかなか難しいね、この時代のゲームは。評価も難しいけど、操作も難しいな。まあまあ、またプレイする機会があれば、はい。ということで、このチャンネルに応援いただける方は、グッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。また僕にね、質問があったりとか、こんな企画やった方がいいよとか、このゲームやった方がいいよって方ありましたらコメントをください。あと動画の拡散ね、SNS で動画の拡散をよろしくお願いします。以上、酒缶でした。